どうも、花です。今日はね、まあ、いつも通り台所詰まりもあるんですけど、洗面台も詰まってるっていうことなので、台所と洗面台を見ていきたいと思います。ね、洗面台詰まりって言ったら、もう大半はね、洗面台の下にこういうトラップがついてるので、そこ清掃してあげれば、詰まりは解消するんじゃないかなーっていうところではあるんですよね。まあ、この動画がね、いつ上がるかわからないんですけど、まあ、最近ね、すげー暖かくなってきて、体の調子もね、こう動きやすくなってきて、楽だなーっていう感じではあるんですよね。なんかね、寒いとね、体がね、縮こまったりさ、手がかじかんだりとか、もうほんとこの、なんつうんだろうね、水商売っていうんですか？水仕事か。水仕事なのね。ね。大変さは、やっと終わったかなーっていうところではあるんですけども。まあ、特にね、冬だからっつって作業効率。まあ、作業効率はね、やっぱね、ちょっと落ちるんだよね。やっぱ体が寒くなってる分、動きが悪くなったりとか。まあ、やって、最後引き渡す時の結果はね、変わらないんですけども、気分的にはかなり前向きな、季節になってきたかなっていうところではありますね。てなわけでね、いつも通り作業していきますんで、皆さんご視聴のほどよろしくお願いします。動画面白かったら高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。では現場の花さん頑張ってきてください。面倒見ますね。メーカーは何をやられたのか。なんか分解、分解と、あとこれもちょっとなんかいろいろ配置がなんかね、あんまり良くなかったみたいで、ここはなんか水が流れるところなんですかね。そうですね、排水ホースだからそこは一応一定はくださってましたね。わかりました。トイレもあります。トイレもありますね。どうぞ。はい、わかりました。ありがとうございます。あ、いえいえ、とんでもないです。大丈夫です。はい、ごめんね。すいません。もう少しちょっと流れが、はい、あるのかもしれないです。これもちょっと流して。そんなに、どうぞ。感じでもではないですね。そんなでもないですけど、これもともと音って鳴ってました。あ、こういう音は鳴ってなかったと思いますね。わかりました。だから、ね、2、3ヶ月の間にちょっと音が鳴るようになってるんだと思います。下のあれもそうなんです。明日見てみる、ね、これ取ったのか。あ、これは私の方でやっちゃいますので。しました。あ、そう、水漏れがしたんで。はい、水道の水がなんかでやってくださって、水漏れがするとそこから水が漏れちゃったんですね。ホースの方ですかね。ホースの方ですかね。で、ここが全部水浸しに来ちゃうので。まあ、それ以降は、はい、まずちょっと台所からやっていきますので、外炉周り調べたりちょっと準備してきちゃいますね。特に大丈夫ですよ。これが全部
から来てると思ったが、そうでもないと。あ、いたいた。いたじゃない。全体の状況が分かったので、まずは台所からやっていきます。台所下の状況をね、まずは詳しく見ていきます。とりあえずね、トラップがあって、蛇腹ホースがあって、サンリーゴムがあって、配管があってっていう普通のパターンですね。で、この配管のね、周りにあるビスで止まってるプラスチックのやつ、これね、初めて見ました。名前分かる方います？一応漏れ防止でテープ巻いてウエスを敷いといてあげますね。下準備ができたので、この状態で再度通水確認をしていきます。水を流すとひたすらコポ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 音が鳴るっていう感じですね。何気にこのパターンは初めてじゃないかなと思うんですよね。でね、水を止めたからといってコポコポ音が鳴り続けるっていうわけでもないですね。ではね、とりあえず高圧洗浄やっていきます。ここのね、逆流してるのは蛇腹ホースの汚れですね。蛇腹ホースを越えたらすぐ水は引いていくっていう感じでした。ってなるとね、汚れの質的にはかなり柔らかいのかなっていう感じですよね。汚れが取れてるか確認していきましょう。見た感じあれですね、固形の油詰まりっていうよりかはペラペラなね、油があの音を引き出してたのかなって感じですよね。あのあと高圧洗浄を何回か入れて、館内をお客様と一緒に見ていきます。すいません、台所の清掃終わったので中見ていただいてもよろしいですか？すごい。これが蛇腹ホースの中で、ここはもう綺麗になって、でここで、1階の天井の配管に変わって、曲がって曲がってで、ここで、下、あ、下じゃないな、また曲がって、でここで、ここの台所の反対側に外壁に沿って、あの太い管が縦に伸びてるんですけども、今そこの間に到達したような感じで、全体的に配管自体は、まあ、もう綺麗になってるので大丈夫なような感じで、あとこっちの汚れてるところは外から綺麗にはできますので、こっちは外一番最後綺麗にしちゃいますね。台所の排水管がこう太い管に当たるまでが、距離的にはもう本当2メートルとかもないぐらいな、そうです、 1.7 メートルぐらいでかなり近いんですよ。で、今回ゴボゴボ鳴ってたのも、この、1.68 ぐらいの間で、薄い油とかがいて、それが多分原因で鳴ってたのかなっていうところではあるんですよね。あと少し気になる点といえば、若干ですけども、水が少し溜まっちゃってはいるので、その点少し油汚れとかがこうつきやすい部分なのかなっていうところではあるんですよ。ただ築年数でいうと大体何年ぐらいで、もう17、18年で、まあ、このぐらいであれば、まあ、よくある排水管で、
でなおかつ距離が太い管まで短いので結構詰まりにくいタイプのところか台所かなというところではありますね。油の質もかなり落としやすかったので使用状況に関してはかなり問題なく使われているのかなっていうのがありますね。ここで見させていただいてもね、はい、お湯を最後に食べられる、はいはいはい、やるのフッタさんで、ああやられてたんですね。やってます、あそう、花さんの見させていただいて、はい、そうですそうですそうです。最後で皆さん注意喚起みたいなのされてらっしゃる、はい、あれをやるだけでもかなり持ちは変わってはきますので、そういった意味だと多分そういうのをやられてたので、こう油自体がすごい硬くなりにくい状況だったのかもしれないですね。復旧してみたので水を流してみますね。一番最初流してるときにゴゴ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 ゴっていう感じだったんですけどね、ちゃんと流れるようになってますので、これで問題ないかなというところです。で回収できた油がやっぱこうデロデロしたような油なので、まあ、こういったのが積み重なって、それが今回収できたってことですか。そうです。ただ高圧洗浄入れちゃうともうほんと粉々になっちゃうので、なかなか回収できなくてこの量なんですけども、もともとはこれの何倍もいたとは思うんですよね。まあ、その16年とか7年とかで、あのぐらいの詰まりなので、うん、まあ、引き続き先ほどおっしゃってた溜めて流すとかやっていただければまた同等ぐらいには持つとは思いますので、引き続きお願いいたします。あとちょっと水漏れチェックしたりして、他の水回りやっていっちゃいますね。あとはね、洗面台が詰まってるので詰まり修理やっていきます。まずはね、また通水確認して排水状況を見ていきます。見る感じね、排水はされてるけど排水量が追いついてないっていう感じですね。まあいわゆる何でしょうね、排水不良っていう言い方の方が近いかなっていうところです。いやこれね、3倍速で見てるので、うん、排水不良じゃなくて詰まってますね。詰まりとコポコポ音ありって感じですね。洗面台下はいつも通りな感じでトラップがあって、まあここで詰まってんじゃないかなっていう予想です。てなわけでトラップを外していきます。このね、樹脂のタイプは手でこうくる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 と回してあげれば簡単に外れるタイプなので楽でいいですよね。さあ外せたので詰まりが出てくるか。え、そうですか。あのリアクションから察するにね、案の定トラップの中普通にめっちゃ綺麗ですよね。ってなると次はこの残ってるステッキ缶ってやつかな、ステッキ缶を外してあげて中を見てみます。中を覗いてみるとトラップのところよりかはかなり汚れてるかなってところですね。反対側はね、あーまあまあそうですね、かなり汚れてますね。今回の詰まりの原因はおそらくこのステッキ缶が原因でしたね。ステッキ缶の中のね、汚れを高圧洗浄でかき出してみたいと思います。ちょっとね、ウエスで見にくい部分はあるんですけども、ボロ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 なんか出てきてますよね。今ね見る感じ、明らかにね、髪の毛とか繊維質なものの詰まりっていう感じじゃないですよね。なんかね、どちらかといえば普通に油が詰まってんのかなっていう汚れですよね。
やーすごいですよね、ステッキ缶だけでこんなに汚れが出てくるなんて。皆さんこれ何が原因でこうなってるか分かりますか？おそらくとあるものが原因でこうなっちゃうんですよね。それはね、動画最後にお答えできればと思います。ぜひ皆さんも考えてみてください。とりあえずね、排水管関係は全部清掃し終わって、復旧後の通水確認になります。いいですね、排水口の真ん中にちゃんと穴が開いて、穴？渦ができてて、しっかり流れてますね。あとは水を止めた後にコポコポ音が鳴るかどうかですね。洗面台はこれで OK です。あとはね、ちょっと洗濯機がどうしようかっていうところですよね。このドラム式洗濯機プラス排水口がね、ちょっと噛んじゃってるっていうか、真下にあるパターンをどうやろうかっていうところですね。さすがにこの状態だとトラップは外せないですよね。そんな時にすごい便利な商品がこちら、ベルテックス。すいません、深夜のテンションですこのね、ベルテックスアップね、前の動画でもちょっと紹介したんですけども、洗濯機を据えた状態からでもこの土台をつけれますよっていう商品です。ただね、使える場所と使えない場所があって、それに関してはこのベルテックスアップスさんの商品説明をよく読んでいただくようにお願いします。でね、この時はね、花一人でやってるんですけど、慣れてない方はね、二人でやられた方がまず安全です。これでね、やっと排水口に手が伸びましたね。グー。ここからはね、もういつも通りな感じで排水トラップを外していくっていう感じです。でね、洗濯機の排水管自体は特に詰まってるとかそういうのはなかったので、高圧洗浄の動画はカットします。取れた油っていうのかな、まあとりあえず物を見てみましょう。今ね、これ映ってるのはステッキ缶から取れたやつで、今ねピョンって乗せたのが台所から出てきた油です。こんだけ。台所のやつはね、ペラペラだったので砕けてあんま回収できなかったですね。では答え合わせしてみましょうか。このね、パイプ洗浄剤と近いようなこの詰まり物の正体は、正確なね、商品名はお話はできないんですけども、いわゆる口の中に入れてぐじゅぐじゅぐじゅペッてやるやつ、あれをね、ペッてやって水をピュッて流して終了にしちゃうと、缶の中にまとわりついてこういった詰まりを引き起こしちゃうっていうことがあるんですよね。詰まり予防としては、やっぱりこう水をしっかり流してあげると詰まりにくくなりますね。